ポルトガル語は、主に、ポルトガル及び、ブラジルと、その他の旧の国と地域で、公用語として使われている言語である。俗ラテン語から発展して形成されたロマンス語の一つで、スペイン語などと共に、インドヨーロッパ語族イタリック語派に属する。スペインの作家セルバンテスはポルトガル語を、完美な言語と表し、ブラジルの詩人オラーボビラックは、ラティウムの最後の、ソヤで、 美しい花と表している。ポルトガル語は大航海時代のポルトガル海上帝国の成長と共にアジアアフリカ地域に広まった。日本では最初に伝播したヨーロッパの言語であり、古くからの外来語として定着しているいくつかの単語はポルトガル語由来である。代表的な例としてパンがあり、戦国時代にキリスト教と共に伝わった。 漢字表記では、ブドウキバ語、カバノレートカ語省略型は保護及びカバノ語。ポルトガル語を母語とする人口は約2億5千万人である。ポルトガルの人口は1千万人程度だが、約2億人の人口を抱えるブラジルの公用語になっているため、和社人口は多い。81%がブラジル国内で、残りの5千万人は、 ポルトガル及びその旧植民地に分布し、世界で7番目または8番目に大きなワッシャ人口を有する。複数の大陸にまたがって話される数少ない言語の一つでもある。現在ポルトガル語を公用語としているのは以下の諸国と地域である。この6カ国はポルトガル語公用語をアフリカ諸国の世界を指すと呼ばれ、1990年代以降、 ポルトガル主導の下で連携を強めている。ポルトガル語を公用語とする国家のうち、マカオと赤道ギニアを除く8カ国は1996年にポルトガル語諸国共同体を結成し、政治、経済、文化革命での協力及び、ポルトガル語の普及において協力体制を構築している。2006年に第1回大会がマカオで開催され、 以降4年に一度開催されているポルトガル語圏競技大会などの交流も盛んに行われている。ポルトガル語による文学も盛んであり、多くの文学作品が排出されている。ポルトガル語で書かれた作品を対象にポルトガルとブラジルが共同で選出するカモンイース賞は、ポルトガル語世界において最も権威のある文学賞であるとされる。他に、 カリブ海の諸島やポルトガル語公用語アフリカ諸国などにおいては、ポルトガル語と現地の諸言語が接触し形成されたクレオール諸語がポルトガル語と並んで話される地域もある。こうしたポルトガル語をベースとしたクレオール言語としては、オランダ領西インド諸島のアルバ島とボネール島、そしてキュラソー島で話されるパピアメント語やカーボベルデのカーボベルデクレオール語。 ギニアビサウのギニアビサウクレオール語、サントメプリンシペノフォロ語、ンゴラ語、プリンシペンセ語、赤道ギニアのアノボネセ語、マカオのマカオ語などがある。このほか、欧州連合の公用語としても扱われている。ポルトガル語と最も近い主要言語は、隣国のスペイン語である。ポルトガルは1129年に、レオン王国から独立した国家であり、現在のポルトガル語の祖先は、 道路川井北のポルトガル北部と隣接するスペイン北西部のガリシア地方にあたる古代ローマの俗州ガラエキアで話されていた俗ラテン語である。したがってガリシア州で話されているガリシア語とは極めて近い関係にある。現在ガリシア語はガリシア州の公用語となっておりポルトガル語との特に北部ポルトガルで話されているポルトガル語との差異は小さい。ただし 16世紀以降ポルトガルの中心地域は、ポルトガル北部からシュトリスボンを中心とするポルトガル中南部へと移り、この過程で現在のポルトガル語の姿が成立した。現在、イベリアポルトガル語の標準はポルトガル中南部方言に基づいている。ポルトガル語圏で最大の人口を要するブラジルとそれ、以外では文法や語法などに若干の違いが生じている。 その違いに配慮しつつ、以下ポルトガル語の特徴を記す。記号が2つ並んでいるものは、右が遠心、左が非遠心。二重母音、記号が2つ並んでいるものは、右が有声音、左が無声音。編みかけは超音が不可能と考えられる部分。例1技術例2歴史、物語例3警察、P、B の後の L の多くは R へと変化した。 死因のところでも記述した通り、ポルトガルとブラジルでは違う綴りで書かれる単語が少なくないが、2008年5月にポルトガル議会は今後6年かけて綴りを現在のものからブラジル風のものに変更する法案を可決した。旧植民地での表記法に旧宗市国が従うという珍しい事態になっているが、これはポルトガル語圏における ブラジルの圧倒的な人口から来る経済的、文化的、学術的影響力を反映したものである。ブラジルでも2008年9月に大統領令として交付され、2012年末までの移行期間を経た上で2013年以降は、この申請書法が採用される。この聖書法により、今後は一部の単語を除いて、以下のような綴りとなる。ただ、申請書法の施行後も、 ポルトガル式とブラジル式の綴りの間では相違が残る。M および N の前の O および E に強制が来る場合、両国における発音の差を反映して、ポルトガルでは及び A が、ブラジルでは O および A が使用される。例、アントニオ、アントーニオ、アントニオ参考として食べ物を表すポルトガル語とラテン語、そして英語の単語を示す。順にポルトガル語、ラテン語、 英語、日本語である。ポルトガル語もスペイン語と同様に、アラビア語からの借用語はあるが、スペイン語に比べて少ない。レコンキスタが早期に完了したポルトガルでは、イスラム教徒の強制改収や追放なども、スペインより早く行われ、それに伴い、アラビア語系の借用語も追放されていった。現在でもポルトガル人が、スペイン人を指して、あいつらスペイン人は、 モーロ人との根血だと優越感に浸ることがあるという。在日ブラジル人向けに日本語とポルトガル語が併記されている群馬県大泉町の標識16世紀中頃にポルトガル人が種ヶ島に漂着した。それ以来、イエズス会によるキリシタン不況とマラッカマカを相手とする南蛮貿易においてポルトガル人が主要な役割を果たした。 ポルトガル語は日本に最も早く伝来したヨーロッパの言語の一つであり、この時代に入った文物とともに名詞などが日本語に定着した。英語やフランス語など、主に19世紀以降に流入した外来語はもっぱらカタカナで表記されるのに対し、ポルトガル語由来の釈用語は漢字の当て字やひらがなで表記する名詞も多く、深い浸透が伺える。アゴスティニョ、ナイト・ジョアン。 細川ガラシャなど、当時のキリシタンの宣例名もポルトガル語に由来する。1603年から1604年にかけて、長崎でイエズス会によって出版された日本辞書は、出版されたものとしては、最古の日本辞典であり、当時の日本語の語彙や発音を知る上で貴重な資料となっている。16世紀末から、マニラ貿易及び、フランシスコ会 ドミニコ会などの布教活動を通じて、スペイン人との接触も密になった。そのため、ポルトガル語とスペイン語には、同言、同形の単語も多いので、いずれが起源か判別しがたく、両者から同時に広まった可能性が高いものもある。詳細、en, d i f f e r e n ビ e s between Spanish and Portuguese, ポルトガル語は、同じベロロマンス語のスペイン語に非常に似ている言語である。 発音や綴りが似ていたり、単語や語彙の意味が共通しているなど至るところに類似点が見られる。スペイン語の表現から引用。比較すると綴りにはかなりの類似点が見られる。ただし、スペイン語の挨拶では上記のように複数型が用いられるのに対し、ポルトガル語では単数型を用いる。スペイン語とポルトガル語の話者は双方の言語を理解でき、概ね相互に、 医師の疎通が可能であることが多い。ブラジルの放送では、スペイン語諸国の大統領演説などは翻訳なしで流される。ウルグアイのリベラとブラジルのサンタナド・リブラメントとの国境周辺にて、ポルトガル語とスペイン語の混合方言フロンテイリソが話されている。スペイン語とポルトガル語の違いについて、以下、主な点を列挙する。現在では、ブラジルやポルトガルでは、 若年層がスペイン語を勉強し、また、スペイン語圏でも特に、パラグアイやアルゼンチン、ウルグアイなどではポルトガル語学習熱が高まっている。英語を習得するより、はるかに楽に習得できると言われている。ありがとうございます。